久しぶりだね。てめえはなんでここに。まったく、僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ君は。口数は少ないけど行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃいいライバル同士になれたのかもね。君最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対、心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智、あんた。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうして指導なんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。指導が父親？前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさそんな時だ、知っちまったんだよ。認知の異世界ってやつをさ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ。別にいいだろ。どうせやつら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う。人殺しと一緒にするな。それがどうした。やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳元で囁いてやるんだよ。俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。悪いな、そっちの意思は聞いてない。
ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせ。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナなんだ今の。ロビンフットじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。明智のやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの黒い敵強化状態だよ、気をつけて。ペルソナ、さすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損なった相手だ。直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。
いよいよ来るぜ。気合い入れてな。仕留めのベルソナ！ベルソナ！サナハマキ！よし！本当の実力見せてなかったのはお互い様だったってわけか。なめるな。仕留めろベルソナ。受け取れパンサー。ありがとう。ガンガン行くよ。あはん。くそ。くそ。こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から踏み出してたなんて。殺すんだ。殺してやる。もうやめて。相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのになんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが俺は。指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ。もう分かってんだろ。くそ。私なたまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと、あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するにどっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたってそんなの。ざまれざまれざまれ仲間。それがなんだっつんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君、それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。そうだな、こんなクソなやりとり。今のは黒い仮面。あやつは来ないのか。
あの黒い仮面の。黒い仮面？誰？まさか、パレスにワワハイたち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようかお構いなし。廃人化に精神暴走、なんでもありだ。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件はやっぱり。ああ、でもいいな。こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと？お前だって物足りなかったんだろ。本当はこうしたかったんだろ。俺とお前どちらかくたばるまで殺して殺して殺し合う。手加減なんてクソくらいだ。想像しただけでゾクゾクする。シドの評価知らねえよ。お前をぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来い、ロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと？なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘。野郎、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない。来るぞ。死ねー、社会のゴミの分際で殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの能力は不明。みんな警戒して。ペルソナ、よし。あっ、やっただけだ。
よし、ここでペルソナだ。こいつも、いいだろう。分かってる。
懲りたよ。いいよな、お前は。仲間に囲まれて認められてさ、しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんてなれなかった。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のこと許すつもりはないけれど、あなたのことわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ち。だがいざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つうか一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる。そこはすっげえわかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの。邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろう。理解を超えてるよお前らは。明智、もう一人だと。まさかこいつは指導の認知症の明智か。お前らは後だ。指導船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どの道選挙が済んだら始末する予定だったし。何？散々殺しを受け負ったくせに自分だけは大丈夫と思ってたのか。まさか頼られて内心舞い上がってたわけじゃないよな。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化させてきた。報いを受けろ。てめえでやらせといて。なるほどな。前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたらどう防ぐ気なのかってな。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。あの男らしい。そうとも俺は人形さ、何だってするけど、俺が人形なら本当の人形はお前だろ。認められたかったんだろ、愛されたかったんだろ。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ、これが指導が考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。今からでも遅くない。一緒に改心させよう。たとえ実の親でも。ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。先にお前らからやってやろうか。しまった、あいつ一人じゃない。
シャドウが。なんなら誰か身代わりを志願しろよ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この野郎。誰かのためがモットーなんだろう。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも罪をかぶって死ぬ気だし。人殺しを手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。お前が奴らを撃て。俺は本当にバカだったよ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。行け。バカだ、死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてじゃ全滅だろうが。明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよな。お前、こんな時に。シドを改心させろ。俺の代わりに罪を終わりに頼む。この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは本当に。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、正義の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。貴様、最後の相手が人形だった俺自身か。俺は明智くん。モナ、開ける方法。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。やるぞお前ら。これ以上シドウみたいな悪党のさばらしちゃおけねえ。絶対に、絶対にだ。